おめでとう、才能の原石どもよ。お前らは俺の独断と偏見で選ばれた18歳以下の優秀なストライカーです。そして俺はエゴジンパチ、日本をワールドカップ優勝させるために雇われた人間だ。日本サッカーが世界一になるために必要なのはただ一つ、革命的なストライカーの誕生です。俺はここにいる300人の中から世界一のストライカーを作る実験をする。これがそのための施設、ブルーロック。お前らは今日からここで共同生活を行い、特殊なトップトレーニングをこなしてもらう。家には帰れないし、今までのサッカー生活とは決別してもらう。でも断言する、このブルーロックでのサバイバルに勝ち抜き、最後に残る一人の人間は世界一のストライカーになれる。説明は以上、よろしく。なんだか納得いってないみたいだな。日本代表、確かにいろんな選手がいた。お前らにとって目標の選手もいただろう。でもそいつらってワールドカップ優勝してなくない？世界一になる話してんだけど。俺さっきも話したように、日本には世界一のストライカーが必要だ。世界一のエゴイストでなければ世界一のストライカーにはなれない。おい潔、俺だ、俺にボールくれ。何言ってんだイカグリ。潔、さっさと俺にボールよこしやがれ。ロストしたらバローに決められちゃうよ。一人で無理せずボール回そう。イサギ打てちゃうよ。パスかシュートか。何迷ってやがんだ下手くそ。そのボールはキングのものだ。バロー、クソ雑魚が俺の前に立つんじゃねえ。ここは俺のシュートレンジだ。ピッチの上じゃ俺がキングだ。今のバロー君のシュート、いい感じじゃないですか。
悪くはないが、はしゃぐな。ここまでは計画通りだね。だがこの先、別のピースがいる。才能の原石どもがさらにたぎるような熱を持つための新たな起爆剤がな。アンニちゃん、奴を呼んでくれ。エゴさん、連れてきました。この人が新しく雇ったアシスタントの…ごめんなさい、名前何でしたっけ。すぐはしゃぐ。名前は忘れる。お前のいいとこは熱意だけか。私はテーリアンリです。で、この口の悪い人がエゴジンパチさんです。雇用の際に説明があったと思いますが、この方がこのプロジェクトの責任者です。そしてサッカーを知らないあなたを雇えと突然言い始めたのもこの方です。その言葉はつまり、なぜド素人を雇ったんだと言いたいんだな。いいか、別業種の素人が指導者になり成功へと導いた例はいくらでもある。スポーツ界でもそうだ。例えば高校野球や社会人サッカーとかな。確かに素人は技術的指導などできない。だが別業種で蓄積されたノウハウに加え、素人だからこそ斬新な視点と選手と共に成長する息を持っている。望んでいるのはそういう部分だ。わかったか。で、ここのやり方にはある程度慣れたのか。どうだかな。お前のことは全部調べたぞ。生い立ち、経歴、趣味。元は大企業の会社員で、それも成績はトップ。だが裏切られて失脚。それから競争というものに戸惑いを感じていると。なら俺が思い出させてやる。競争というものの意味を、そしてそれがもたらす利益を。エゴさん、一体何を。おい、新入り君、アシスタントはクビだ。なんですか、いきなり。今からチームを率いて戦え。今日からお前は指導者だ。できないなら本当にクビだ。帰れ。ではまずお前が率いるチームを決めよう。指導すべき者がいなければ指導者とは呼べないからな。こいつらか。まあいい、チームメンバーは揃ったようだな。あのチームって、俺たち一体何をすれば。少し待っていろ。俺は今この新入り君に話してる。
仕方ない。新入り君にも分かりやすい例で説明しよう。会社に新入社員が入ってきたとする。新入社員をいきなり現場に行かせるか。そうだろう。サッカーも同じだ。研修がいる。それがトレーニングだ。それなくして試合では役に立たない。なのでお前には研修官になってもらう。お前がこいつらを指導するんだ。お前に必要な研修はもう済んだ。アシスタントとして働いただろう。ここがどういう場所かは分かったはずだ。お前の研修はそれで十分なんだよ。お前に技術的な指導を期待しているか。答えはノー。バカでも分かることだ。お前は今まで培ったものを使ってこいつらにトレーニングさせろ。それが普通の指導者では起こせない化学反応を起こす。そうだ。ではお前に何が教えられるのか。それは必然的に思考法になる。それもサッカーの常識に縛られないな。それがこいつらの自分で考える力になる。どうすればトレーニングが最適化され、それがピッチでどう活かせるか思考する。お前の指導が芽生えとなり成長する。そして自ら考え得た力で競争に勝つ。それはいつしか芽生えから自信につながるだろう。それがド素人のお前を指導者にすることで期待している化学反応だ。もちろん成果は見せてもらう。最後に行う練習試合を通してな。無茶です。素人なんだし、それこそ先に研修をしたりとか。チェ、ガチでド素人なのかよ。そんなんでサッカー上手くなんのか。そうだ、こっちはな、将来かかってんだぞ。俺も疑問ではあるけど。でもまあ、なんか楽しそうじゃん。俺はいいと思うけど。非常識だ。素人に教えさせるなんて聞いたことがない。世界一のストライカーになりたがるのは常識的なのか。お前らの常識なんていらない。なぜなら今この瞬間も通用していない。ド底辺のチーム Z なんかでくすぶっているのがいい例だ。だからこそこの非常識がお前らの中に新しい風を吹かせる。ここは世界一のストライカーを作る場所。そもそもお前らに拒否権はない。あるのは勝つことだけだ。分かったか、最底辺の原石ども。では私がサポートをします。そのくらいはさせてもらいますよ。もともとそのつもりだ。せいぜい頼んだよ、アンニちゃん。よろしくお願いします。早速ですが、私がサポートするのでトレーニングメニュー考えてみましょう。
今なら何だってできそうな気がする。バッチリだ。進化のヒント。ああ、最悪だ。うるせえっつうの。よし。おう、そうだな。休みも必要だよな。今なら何だってできそうな気がする。成功だ。守備はどうだ。素人し守備とか言われてもな。まあ素人の割に案外いいんだろうな。新入り君も有能だったという触れ込みだが、それではダメだ。来た試合ではストライカー個人の考えが勝負を分かつ。つまるところお前にできるのは考えるきっかけを与えることだけだ。新入り君、お前はどう考える？お前はやりたいことはないのか？指導者はお前だ。オーケー、なら好きにやれ。で、やりたいことって？なもん、ライバルに決まってんだろ。プロジェクトの全貌は見えませんが、結局残るのは一人だけって話ですしね。俺は仲間だと思ってます。今の俺一人じゃ馬狼には勝てない。だな。勝つためなら仲間になる。好きでやってるわけじゃないけどな。
俺、そりゃすげえエゴイストで点取ることしか考えてないようなやつ。それエゴの受け売りじゃない？練習試合に勝つこと、それは間違いないよね。だな。あの王様気取りのバカは俺が潰す。必要です。勝てないと先に進めないってのもありますが。何より誰かに負けるような奴は世界一のストライカーじゃない。で、それがチームを信頼するのとどう関係するの？それは分からねえけど。なもん、俺が点取って終わりだ。どうやって、どう勝つかビジョンがないって話だけど。ああ、そんなのイガグリがボールだって。バチラがゴール前までドリブルで運んで俺にパスすりゃいいだろ。雑すぎる。てか俺がフォワードだろ。だとしてもだよ、それで点が入った後はそれを試合終了までやり続ける？まあ俺がボールを運ぶのはいいと思うけどね。ああ、バチラのドリブルを軸に組み立てるのはいい視点なんじゃないか。花もある。お、俺だって負けねえぞ。よし、じゃあ次の試合はバチラのドリブルをうまく使いつつ全員でなだれ込む。8時だよ、全員集合作戦だ。うまいな。いやでも作戦名はともかくいい感じなんじゃないか。目的と結果にビジョンを持つ、なんかやれる気がしてきた。じゃ、サッカーを楽しもうか。一気に攻めよう。この目と脳でフィールドを支配する。ここで止める。スピード勝負だ。絶対抜かせねえ。こんなんじゃ俺は止められない。
よろしく。ここだ。よし、ボールはもらってくよ。拾われたか。やってやる。逃がさねえよ。ゴールの匂い。行け。もしかしてドリブルだけのやつとか思ってる？おら。で、くそ。やったけど、なんだこの感じ。よくやった寄せ集めども。これが素人とお前らによる化学反応、その一部だ。新入り君も理解できたか？なるほど。では言っているところ悪いが、さすこの化学反応に寄せ集めどもと新入り、それ以外に必要だったものがある。それは何だ？正解だ。ストライクとは対戦相手なく、そもそも点を取るという行為そのものが他者とをつけるためのものだから。そしてそれは実戦でしか得られない。それをこの場でも得たいか。原石どもだけじゃない、お前も含めて。そうだ、実践による経験とノウハウの。それに対戦相手にも同じ効果をもたらすおまけ付きだ。ここまでいいことずくめでも競争はいい。では決定。お行こう。当初予定していたものとはシステムを変更するが、競争が生み出すパワーをお互いに喰らい合う。ライバルリーバトルを。もっともっと上手くなるんだ。
楽しいサッカーの始まり始まり。よし、上がれ。ゴールの匂いは俺が作り出す。黙って通すわけにはいかないんでね。俺が勝つ。通行止めだ。速さ比べと行こうか。追いついてやるよ。俺の勝ちだ。くそ、持たなかった。任せた。任せろ、俺が取る。取られちまった。ここだ。俺が勝つ。俺から逃げられるとでも。ゴールの匂い、ここだ。ここだな。マジか。行くぞ、もう一点。さて、これがライバルリーバトルだ。本来は脱落者も出し、激しい競争を促すシステムの予定。お前という新たな、お前を指導者として据えたからには、それを生かした形にちょ。だが相手から力を盗み、こちらの力とする。それなら慣れ親しんだ競争の一つだろう。ならば話は、はい、今言った通り、選手たちもお前も相手から得たものがあるはずだ。なら、それを。少しは指導者として形になったよ。なら始めろ。やっほー。お疲れ。行くぞ。受け取れ。調子はどう？
俺はこの場所で生まれ変わる。どんな怪物がいるかな。一気に攻めよう。この目と脳でフィールドを支配する。
よし、ここからだ。すぐに取り返す。本気で行く。俺から逃げられるとでも。俺はストライカーだ。行くぞ。動け動け。俺が勝つ。フリーにはさせないよ。ゴールの匂い。俺はストライカーだ。ほら、投げんぞ。新しい俺を早く試したい。
いいぜ、トレーニングだな。練習開始。いや。いやいや。聞こえていますか？え？しゃあ！絶好調！休みも必要だよな。よし、俺うまくなってる。よし、いい感じ。いい練習だった。いい練習だった。これがレベルアップってやつか。うん、いい調子だ。バッチリだ。よし、俺うまくなってる。この感覚忘れないようにしないとな。まだまだ強くなれる。よし、勝つことだけ考えよう。一気に攻めよう。
休みも必要だよな。うん、いい調子だ。楽しいサッカーの始まり始まり。楽しいサッカーの始まり始まり。
予感がするんだ。同じサッカーを楽しめる怪物がここにいるって。Thank you.